祭り囃子に女の金切り声が混じる。キヨ、どこだい？誰か娘を見てないかい？なんだ、騒がしいな。1905年9月1日夜、これがこの村で起こる狂気の事件の始まりだった。俺の名は勝太郎、信州で水車小屋を営んでいる。行ってくるぞ。父ちゃん、行ってらっしゃい。当時水車は精米や穀物の製粉に使われていて、田舎町では必需だった。隣町に穀物を届ける道中。お、隣町に行くのか。ああ、重吉、穀物を届けるんだ。どうした。村外れで重吉の顔色が青白くなった。近づくと腹部を切り裂かれ、内臓が飛び出た状態で女が息絶えていた。この着物、キヨだよな。ひでえ。よく着物の柄を覚えてるな。俺、駐在呼んでくるよ。そして駐在が遺体を持ち帰り見分、行方不明のキヨと断定された。やりきれねえよ。なんでこんなひどい目に。ひどすぎる。誰がこんなことを。田舎町で起こった怪事件は村人の不安心を煽った。ちょうどその頃、村では鉄道工事が行われており。誰がこんなことを。そうだ、新八って行員、女癖が悪いらしい。出入りしていたその男が怪しいという噂が流れた。そんな不穏な中も工事は着々と進み、2ヶ月後駅舎が完成。いやー、とうとうできたな。穀物の輸送にも使えればいいな。あの陰惨な事件も人々の記憶から徐々に薄れつつある。その時第二の事件が起きた。俺は完成式典の帰り道。本当に立派な建物だったね。ああ、確かに。近くの製紙工場で働くしずという美人の女工が話しかけてきた。少し飲みすぎちゃった。体には気をつけろよ。何、体が頑丈なのが私の取り柄よ。じゃあ。ほろ酔い加減で街を行くしず。俺が見送ったのが彼女の最後の目撃談だったらしい。数日後、帰らないしずの探索が村中で行われ、森の小道で発見された。また腹先か。きっと同一犯だ。かわいそうに。また見つかったのか。再び村は恐怖に支配された。さらに犯人もわからないままだ。その事件から1年近く経った翌年8月初旬。まただ。奴がまたやりやがった。しかも今度は2人だ。炭焼き小屋で女のムクロが2体発見されたのだ。遺体は宿屋の嫁梅子とお手伝いのさよと判明。ひどいな。また肝がない。なんてこった。さよと梅子さんまで。気の毒にな。さよは重吉が最近親しくしていた女だったのだ。だが捜査は進展せず、年が改まった1907年2月下旬。誰か、人が。1ヶ月ほど前に失踪した48歳の女が採石場で腹を裂かれ、ミイラ化した状態で見つかる。事態を重く見た警察は付近一帯に女性の夜間外出禁止令を発布。夜の一人歩きは危険だ。命が惜しければ控えるように。私怖い。何が起きているの。しばらくは家にいてくれ。正体不明の殺人鬼に怯え、町は恐慌状態にあった。そんなある日、禁を破り一人出歩く女がいた。久々の獲物だ。姉さん、悪く思うなよ。突然背後から首を絞められるが、女は激しく抵抗。男慣れしていた女は後ろ手に男の急所をつかみ握りつぶした。離せ。うわ。水車小屋の痛みでのけぞった拍子に顔が月明かりで照らされていたのだ。だが俺は顔を見られたとは知らず、痛みをこらえ水車小屋に逃げ帰った。もう少しで一儲けできたのに。そう、これまでの一連の事件は全て俺の犯行だったのだ。なぜ俺がこんな強行に手を出したのか。それはズバリ金だ。ごめんね、今日おかずがなくて。すまない、ひもじい思いをさせて。水車小屋の仕事は稼ぎが少なく、家族を満足に養うことができなかった。そんな折に、女の肝はな、肺病によく効くから高値で売れるんだよ。臓器が売れるのか。ああ、裏道だけどな。大阪に商いに出た時に商人からとある儲け話を聞いた。水車は必要な施設だが金がもらえない。このままでは自利品だな。あ、はい。ごめんな。うわ。そこで俺は比較的反抗しなさそうなおとなしい女を選んで反抗。腹をかっさばくのは魚くらいだったが、次第に慣れていく自分がいた。これが肝だな。
きっと同一犯だ。かわいそうに、また見つかったのか。人の心は最も簡単におかしくなる。次の日。おい、一連の犯行はお前だな。勝太郎、婦女連続殺人事件の容疑者として逮捕する。ね、何言っているの？身元がバレた俺はあっけなくお縄になった。この世は結局金だ。はあ、もっといい仕事に就けてればな。おい、お前に反省の意思はないのか？お前ら高給取りに俺の気持ちがわかるものか。翌年、極刑に処せられた俺は誰も恨んでいない。強いて言えば、貧乏な職にしかつけない自分の運命を恨む。